柴木義子は日本の小説家。生まれ育った東京下町への愛席を託した文章で知られ、芸術と恋愛の相国に苦しむ女性の生き方を描いた小説に独自の境地を開いた。戦後の女流文学を代表する作家の一人である。芸術院会員、文化功労者。東京府王子町大技王子生まれ、7歳から浅草区浅草東中町に移住。 東京市田原神常小学校卒、東京府立第一高等女学校卒、1941年5月に経済学者の大島清と結婚、本性を芝木から大島へと変える。大島清については、丸の内八号館に当時の様子が書かれている。1941年に発表した戦時下の統制された築地生活市場を舞台に、 カウンサイコのため懸命に生きる、八重の姿を描く、聖火の詩で、1942年に、第14回、芥川賞受賞。大賞生まれ初の受賞であった。戦後に書いた、湯葉、隅田川、丸の内八号館の3作品は、自伝三部作と言われ、作風が確立される。他の作品に、隅田川、墓職、須崎パラダイス、夜行の女、葛飾の女等、 須崎パラダイスは、新たま道を主演で、須崎パラダイス赤信号として映画化された。また、同じく、須崎の歓楽街を舞台にした、須崎の女が、溝口賢治の遺作、赤線地帯の原作の一つとなっている。週刊文春1959年12月14日、合文春歌舞伎、慶の小娘道成寺の一場面。右から、加藤義夫。 平岩弓江、小山糸子、柴木よし子、五味安助、平林太子、森田玉工芸や美術などに打ち込む女性と、それら芸術を通じた男性との連情を、愛観豊かに描く作品が多い。1983年日本芸術院、会員、1989年文化功労者。1991年8月25日、乳がんのため国立がんセンターで死去。 ありがとうございます。